あ、僕の彼女だから。もう、ぶっちゃけ、僕の彼女だから。体の関係のない。うん。頼むよ、みんな。可愛がっちゃってよ。ああ。佐野さんに氷を投げるのは夫人だけ。えー、っとですね、うん、まあ、うん。 坊ちゃん。南来る来るんだったら俺行くで。てめえの女が来るんだったら行かねえわけ行かねえ。ああ、どうするまだ、1時半だから。たくっちゃうん俺もうこの格好のままで。 ドコドコって呼んで行くから「いや俺は枠は開けないんだようん、なっちゃん行きたいの介護部隊がいるのそうじゃなくてさじゃハ浜ちゃんとかエセカンもいるんだからな これは、俺はありだと思う。そう、老害が言ってる通り。あのね、結構レアだよ。うん。いけるけど大丈夫なのか。大丈夫に決まってんじゃねえかよ。俺が行けば大丈夫だよ。文句なんか言わせねえよ。うん。そしたら俺、あれだよ。今から、ゴーで行くよ。先行っといていい なあ。そこそこ用途うと、大丈夫だよ、もう。そしたらタクシー呼んで帰るから、帰りはな。<laughs> どうすんだって、坊が決めろよ。おめえ俺の女なんだから。俺一人で勝手に行って、もういいけど、チャンスタイムだから。ああ。 で、もうあそこで枠を開けりゃいいんだから。俺は開けないよ。うん。ただ、俺は浜とか、あの、エセとかと、もうん、喋るだけだから。クランそうだよ。俺と浜じゃん。結構な。面白いんだよ。トーク。何のチャンスって数字が増えるから。間違いなく。そりゃそうだよ。レアだぜ。うん。 まあまあじゃあじゃあ支度してよしうん俺あの香川バーにいるんだろ俺見てねえからわかんねえけどうん香川バーにいるんだろだ俺行くからもう今から号4んで多分30分ぐらいで 30分かかんねえな。行くから。もう一人で、もういいや。某が来ねえなら。まあ某も、昨日は俺と一緒にもいたから。うん。うん、毎回毎回ミラミに呼び出すの悪いから。ああ。いいよ行ってらっしゃい。なよ。おどうす。靴下長すぎシェディー これね、木村拓也が履いてたファミリーマートの靴下。はい。でも、俺は短く、うん。シェリーいるし、だってシェリーは俺のこと大好きなんだ。なんでか知んねえけど。夏、マット、だから俺らは枠は開けねえからな。だから、浜田か、 エセカンが、あの、やってんだろだからそっちで聞いといて。で、俺映っちゃダメな。ハマちゃんとエセカンは、えー、っと、フワッチだから、俺、A 番だからよ。フワッチは。だから俺は、声は OK らしいんだけど、俺が映るとダメだから、うん。 ま遠くだけでいいんじゃね坊ちゃんなあ俺一人は嫌だよ。もういってらっしゃいって何よ。うんいや、全員ばんに。そういう俺ね。 俺そういう嫌がらせってしたことないのよ。坊ちゃん。いや向こう行きゃな。うん。まあ。なーちゃんいいよ別に謝んのか。 あと一服吸ってからー呼ぶよ、うん、まあ無理くり坊ちゃん引っ張り出したりはしたくないし今日結構疲れてんじゃねえかな坊はうんごめんよ 耳がキーン配信お願いします何それ分かんないけどる何何耳がキーンうんこれ一本吸ったらエアコン消してテレビも消してテレビっていうかテレビとパソコン消して GO が来たら行くうん まだ1時半だからな。うん。あ、1時やね。12時半だからな。うん。あ,あ、金平。大丈夫。いやいや、待ち合わせじゃないけど。こけないでね。ぶっちゃん。大丈夫だよ、今日は。ああ。いや、俺は自枠は開けないよ。みんなどうもうって行くだけだから。 おはようございます。かっちゃんうん。もう今日はよ、前半戦、前半戦じゃねえな、中盤戦。あの、銀次が、寝言みてえなこと言ってたから、カチンって来たけど。まあ、浜ちゃん、俺、あの、仲悪くねえから、うん。 カカーバーからハチフクジンに移動してみたよ。えぇ、ー、じゃあ行かない。もう。だってハチフクはいいよ、もう。うん。わかった。じゃあ行かない。中止。めんどくせえもん、もう。 ああ。ごめん。はあ。なんだよ、カガバードと言ったのに。うーん、い,いかんの会っていうか、うーん。だって、八く、めんどくせえがな。そんなに距離変わるの 距離は変わらないかもしれないけど、うーん、なんとなくね、俺、西成って、ここではっきり言うけど、ってきれなんだよ。うん。夏いらない。うん、振り込まんでいいよ。 うん。嫌いなんだよ。俺。正直。だから俺が、西成に、いじくり配信とか絶対しないだろ。あそこは、そういうことはしちゃいけないとこだから。それをよ、クソコバカにしてよ、うん。やってんのいるだろ。 俺は、そういう奴らは、対応しない。うん。了解八福人 ?Google で検索してみな。大阪八福人で。俺行かない。自分個人的には行ったことは一度もない。 いいかねだってそんなこと言ったら南のその辺で飲めやいいんだからどうだろうおろうがなんでタクシー乗ったあっちまで行かなきゃなんねえのって普通に考えりゃなんでさ俺のリスナーってさそういうのすぐ分かってくんねえのかな それは他の配信者がネタ配信者だから佐野もやるのかなって思うの俺やらないからねそういうのそんななその長い靴下をまず脱ごうかあいいよもう行かないからだっていいよケリちゃんああ 俺の靴下流してなんだよおい。今日気分悪いからな、いろいろと。指示だろ指示中やるなよ。脱いだよ。だからなんだよおい。笑ってんじゃねえぞ、この野郎。おい。あ,あなんだよ、俺が靴下履いてたらおかしいのかよ。 西南以外で浜ちゃんとの久しぶりのコラボを見たかった。だから、香川にいたから。だから、じゃあ俺行ってもいいかな、タクシー呼ぼうかなって。ああね。だけど、なんか、西南に移動したって言うから、じゃあ、そっちに楽しく飲んどけ。俺は家で飲んでいいから。 老害、むら、むれるからだと思うけど。え靴下履いたらむれるのなんじゃそれ。しょうがないよね。またの機会で。うん。いや、俺、行く気になってたんだよ。はまちゃん、久しぶりに会いたいなと思ったし、あの人面白いし。衛生官も、 しばらく会ってねえなと思ったから。うん。あらら、よしっ。でも、まあ、場所移動したんだったらしゃあねえなって。ケンタ、来てもらえばいいじゃん。え言ってることがよくわかんないんですけど。ケンタ君。ケンタ君。 配信者でうなちゃんまって、どのポジだった、ポジションだか分かってないの。ねえ、俺が来てくれって言うと思う。こねえでいいよのモードだからね。いや、俺一人で大丈夫だから。 てめえも酔っ払ってんのかよ、この野郎、シェリーよ。ごめん、出かけないなら脱いだほうがいいかなぁと、楽かなぁと思ったよ。だから行こうと思ったから入ってんじゃねえかよ。お前よ、話聞いてねえのかよ。いい加減しろよ、この野郎。おい。 そんな怒ることがね、怒るよ。服がこうだとか、ああだとか。ね。俺が行くって言ったら行くんだよ。ただし、今回は、もうバーにはいないよって。なんか端っこ移動したら、ああじゃあもういいや。って。それだけ。かしブロックです。 お前はさっきから俺のアンチコメ売ってるからねさよなら謝っても解除はないですああなんだモアやまたまだ誰だよモアイってそんな名前のやついねえんだよこの野郎ああほら てめえ人の女は何万も愛えとか言ってんじゃねえぞこの野郎あなめてんのかよほんとにいやもう今日腹渡る煮えくり返ったよ結局なだから結局このパティんですよ ですよねでしょみんな。今日何分俺の配信でさ。あのバカがよ、俺のこと、ちょずいて、いじってたが、結局、なんもねえじゃん。シーンって感じ。お前何してんの バカなのかなまあまあ、バカだとは分かってたけど、頭悪いのかなってもうん。ひるお茶てありがとう。いや、俺をいじってもいいんだけど、じゃあちゃんとしてくれよちゃんといじってって感じ。うん。 もう来ないと思うよ。だって、まあ、今330人ぐらいいるけど、アルバカーがコメントしたら、うちのリスナー、お前、どの面下げてここ来てんのって。なるじゃん。ジャスミンありがとう、ハーフ、決たあたす。いや、ロムってると思うよ。 うん。なんかヤクザ風吹かしてんのはいいけどよ。ああ。坊ちゃんおっちゃったよ。ありがとう。坊ちゃん、まだ起きてんの眠いのゴーゴー呼んで、ゴーゴー。ゴー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 。ゴーゴーゴー来ねえな、今日は。 来ねえな、今日はっていう言い方するとあれだけど俺は会いたいんだけどな毎日どこ行くんだよどこでもいいよおめえと一緒だったらおめえと一緒だったらどこでもいいでもまあまあまあいいよなんかここのとこ坊ちゃんあんまりねうん元,元気がないっていうか体調 どうなんかなわかんないけど。うん。うんだから無理して。お、うん、んしゃねれね。うん。でも一緒にいると楽しいし。 三年くらいしたら飽きますよ。坊ちゃんが俺に俺がえ、ちょっと待って、夏。俺は一人と付き合うと長いロングバケーションだから。あ、俺が、飽きられんのか。それはあるかもしんねえな。あのじじイって。夏知らないだろ。 まだ甘いなぁ。ブロック入れてやろうか、お前。金振り込んじゃ、な、俺の口座にり振り込んだら、ブロック回避できると思ってたらお間違いだよ。またじゃねえから。だから俺言ってんじゃん説明してんだろ。3年ぐらいしたら、舐めてんのね そ根拠を言ってくれよ。言ったら根拠を言ってくれたら俺がねそうじゃないっていうことも説明するよ。えぇその辺は佐野さんに任せます。じゃあよ。じゃあよ夏よ。そんなね軽い気持ちでコメントを打たないでくれるかな。俺今。 頭の中にあの人のことしかいないから。頼むよ。あんたの頭の中にどんなことがあんのかわかんないけど、俺の中にあの人しかいねえから。あ頼むね。おめえの話なんか聞いてねえんだよ。くそ。 ふざけんなこの野郎俺はそういうことはしねえからこの人って思ったらずーっとその人見てるからお母ちゃんあの人は確かに最初は数字は増やしたいと思ったけど今はそうじゃないんだ もうちょっと、配信者と、の関係性を、見た方がいいよ。失礼しました。しました。お前舐めてんのか、お前。金振り込んだら、なあ、お前、ちょずいていいと思ってんの返そうかお前んとこへ。 おい、いらねえよ、女の。その借り、おめえとは付き合いねえな。もう、金関係ねえ。じゃあなんでそんなこと言ってくんだよ。俺と、じゃあ夏な。俺が、いいな、この子って思ってる関係性を、なんでお前が仕切るんだよ。三年でって。 これはおめえの話だろ視聴量や。違うよ。そういうことじゃねえ。だから仕切るな。ああ。俺はあの人のことを夢中になってんだから。そんなことも分かんないのかな。 なあ。いや、勘弁してくれよ。俺もう、はっきり言ってるからね。未来は分かんないけど、現状俺は、あ夫人さんリスナーやで、俺。だから二度とそんなこと言うなよ。 な、俺の,の女のこと小バカにすんなよおいてめえよふざけんな員俺の口座に振り込んだからって逃したね金のやめろどうも返してやるよ利息つけてやろうかおうん、俺にもいいようん。う おめえとは俺も会ったこともねえし、どこの誰かも知らねえし、金は関係ねえとかそういう話してんじゃねえんだよ。マウント取ってくんじゃねえよ。じゃあもっとぶっこめや。マウントと取りたかったら。そしたらおめえの言うこと聞いてやるよ。してたよ。何をこれ始まったよ、これ。これ始まったよ、みんな。 あ何をしてたの俺に。やめよいや、今お前がしてたやん俺、お前に何されたのおい、おな。国吉が、あさってそっち行くらしいからよろしくな。話は本人から聞いてくれ。うん、ぶっ飛ばしとっかああ、最悪ぶっ飛ばすから。うん、わかった。言っとけよお前が。うん。 伝えとけ。俺の目の前に来たら、俺は国吉だよって言ったら、なんだものやろってなるからな。俺もう最近カッカカッカしてんだよ。いろんなことで。喧嘩したもんねえだったら黙ってるこの野郎。傍若のことも余計なこと言ってんじゃねえ。てめえも傍若のところでコメント打ってんだろ舐めたコメント。いい感じだよこの野郎。 あ許さねえかなお前らとにかく俺は傍若夫人が大好きなのだから邪魔はしないでくれ俺は坊ちゃんに どんだけリスられようがね喧嘩しようが俺はあの人のことはまっすぐ見てるから、うん、よろしくね夏、つターレスってやつ気になるなお前が気にすることないってやない何 そこは何ですか何なんかマウント取り系ですかターレスなんか別に俺んとこでは別に変なコメント打たないよお前の今のコメントの方がよっぽどおかしいコメントだよだってナツとかオガとかお前ら俺んとこの常連じゃねえからな サノちゃんファンじゃないからな。俺知ってんだからな、この野郎。おい。おカ。ナッツ。俺のディープなリスナーじゃねえから。あんまりよ。やめてくれよ。とにかく俺は傍若夫人は、今、自分の中で、 この人って頭の中にいるんだから。余計なことやんなよ。ちょこ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 や。あ、まっすー。まっすーお茶店ありがとう。俺それでね、なんかみんなにディスられてもいいと思ってんだよ。だって気持ちがそうだから。一緒にいたいと思う人がその人なんだから。 なんか間違ってる夏がよ。夏とかオカとかよ。なんか、お前ら関係ねえだろ、ガイアがよ。俺の気持ちだろ。サンさンこうした方がいいですよ。うるせえんだよ、ほんとよ。レイピア、お茶店ありがとう、サザエも。俺ははっきり言うからね。タレスもな、ありがとう、お茶店。これをな、 言わない配信者が多いの知ってるなんでかわかるあっちもこっちこ、あっちもこっちもからお金が欲しいから。俺、一発。わかったみんな濁すんだよ。おい。そういうことなんですよ。くらんな、 そりゃそうだよな。あっちもこっちもだよな。今度ありがとう。俺は構えても、ああ、俺はこれだよ。よそうだよ。濁すよな。ああ。俺はあの人のことだけをいっつも考えてる。毎日考えてる。 知らないよ、香川の話は。俺は。